ジェームズ・ベルーシは、アメリカ合衆国出身のコメディアン、俳優、ジョン・ベルーシは2位、シカゴ生まれ、両親ともにアルバニア系、シカゴ近郊のウィートンで育ち、地元の高校を卒業した後は、南イリノイ大学カーボンデール校を卒業している。その後、兄のジョンと共に、シカゴを拠点とした即興コメディ劇団セカンドシティへ参加。1978年には、 フライアン・デ・パルマが監督で、カーク・ダグラス主演のホラー映画、フューリーにノークレジットで出演し、同年、フーズ・ウォッチング・ザ・キッズ、などへも出演し、デビューを飾った。1982年に、兄のジョンが死去した翌年に、兄が出演して、人気を博したコメディ番組、サタデー・ナイト・ライブへ出演し、コメディ俳優としての地位を確立。それ以降は、 映画やテレビなど様々なジャンルの作品へコンスタントに出演を重ねている。1984年には SNL でプライムタイムエミー賞にもノミネートされた。活躍は役者としてのみならず、アニ・ジョンがブルース・ブラザースで演じたジョレット・ジェイクの実践、ブラザー・ジー・ブルースという設定でブルース・ブラザーズバンドの再結成に参加。 同じく新加入のジョン・グッドマンと共にボーカルを担当した。ただし、1998年公開のブルース・ブラザース2000には TV 番組のスケジュールの都合で参加できなかった。2003年にはブルース・ブラザーズバンドのリーダーであるダン・エイ・クロイドと共にアルバムも発売。2006年には初の著書であるリアル・メン・ドンとアポロジャイズというタイトルの書籍も、 執筆している。また、自分のルーツでもあるアルバニア系に対する造形も深く、2008年には同国のティラナを訪問し、当時のアルバニア大統領、バミルトッピとも面会し、2009年にアルバニアの市民権も獲得した。ありがとうございます。